んにちは、僕ドラえもん。やあお兄ちゃん、今日はマイチャンネルさんがドラえもんの直訳やるらしいわよ。すごいね。きっとマイチャンネルさんはフルコンプすると思うな。お兄ちゃん、嘘、8O を使ったでしょ。あー、はい、こんにちは、マイチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん、チョコエッグドラえもんです。ちょっと前に発売されてたドラえもんのチョコエッグ10箱買ってきました。5箱ずつじゃあ開けていこうか。うん、全15種類でシークレットが1つ入ってるんだね。おお、うん、今回シークレットでね。そうだね、1つ箱目じゃあいきましょう。はい、おこんな感じ。久しぶりだね、なんか、うん、チョコエッグ、チョコエッグってちゃんと書いてある。うん、うん、うまっ。パパの1つ目いきます。あ、ドラミちゃんだ。うん、スモールライト、いろいろ。2個目いきます。はい、よいしょ。お、ドラえもんだ。お、よっ。同じもの出ちゃったじゃん。3個目は、あ、またドラミちゃん。あ、どこでもドア、どこでもドア。うん、4つ目は、あエンジン君が2つ出たやつだ。あ、チャイコだ。チャイコ。5箱目はまたドラミちゃん。あ、静香ちゃんだ。静香ちゃん、うん、なるほどね、うん、はい、じゃあ出たもの見ていきましょうか。うん、まずはこれドラえもんだね。うん、1番のドラえもんが出ました。はい、これが出ただけでなんか助かった、うん、救われた気分。よかったねえ。続いて3番のドラミちゃんがですね、うん、3体出てしまいました。はい、3番だけで3体出たね。うん、ドラミちゃん可愛いんだけど、うん、こんなにいらなかったな。そうだね。うん、続いて4番の静香ちゃん出たね。うん、これはすごいいい感じだね。バイオリン弾いてて目つぶっててさ、うん、すごいいい感じのフィギュアになってる。確かにね。うん、はい、続いて7番のジャイコですね。うん、これもいい感じにできてるね。そうだね。うん、こんなにジャイコってちっちゃかったんだ。そうだね。ね、小さい。本当だね。ここからがですね、秘密道具だね。はい、11番のどこでもドアです。これドア開けるとドラえもんが見えるね。うん、なので後ろここは半透明になってるんで、後ろ透けてるね。うん、いい感じこれ。うん、でもこれ無理にドア閉めると後ろのこのパネルが取れちゃいます。はい、最後に14番の秘密道具、スモールライト空気砲ウソ 8O。 これが3つ出ました。はい、これいらないよ、こんなにいっぱい。うん、でもスモールライトはいいかもしれない。そうだね。うん、はい、ということで今回はドラえもんの直訳10箱開けてみましたね。うん、はい、盛大にかぶってなんかちょっとがっかりな感じだったけど、うん、ランダムに取ってきたからよくなかったかな。そうだね。うん、普通にワンボックス買うとこんな風にかぶるのかちょっと心配だね。うん、今年もスターウォーズの直訳あんのかな。お、あったらやりたいな。そうだね。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで今回以上でございます。バイバイ。そんな感じでマイチャンネルはフルコンプ全然できなかったね。お兄ちゃんのせいよ。ごめんごめん。あはははは、わははははは、わははははは。